ようございます。旅系 YouTuber の武藤由紀人です。今日石川県2日目なんで、なんですけど、今日午前中がですね、特に用事ないんで、今金沢駅に歩いて向かってます。でその後はですね、ちょっと神社に行こうかなと思うんで、今日も石川県を満喫しますね。今金沢駅に到着しました。すごい、これ熊本駅も結構立派な、かなり立派な駅なんですけど、これ金沢駅のこのなんか木のやつやばいです。ちょっと待ってくださいね。これすごいですよ。これ木ですよ、木で、これ天井もですね、これすごいですよ、なんかものすごいです。これ多分雨降っても大丈夫です。100人乗っても大丈夫です。なんか中の感じはですね、ちょっと熊本駅っぽいですね。でも駅全体の雰囲気としてはですね、なんとなく京都駅にちょっと似てるような気がします。次はですね、金沢駅から徒歩10分、赤ちゃんの健康だったり安産になんかこう効くみたいな神社にやってきました。ちょっとお参りしてきます。なんかいっぱいお守りがちょっとあって、ちょっとどれがいいかわかんないですね。で今ですね、お守りをちょっと買いました。なんか犬の絵が描いてあるやつ、おそらく犬の日みたいな、なんかそういうニュアンスなのかなと思います。でもうですね、ちょっと午前中の僕の目的達成されたんで、ちょっと今からまたなんかどっか行こうかなと思います。じゃあ行ってきます。今ですね、ちょっと気づいたんですけど、なんかすごい悲しいことが起こって、さっきですね、僕ガチでお金入れて300円ぐらいでお参りしたんですよ。でそしたらその隙にですね、なんかチクってして、何かなと思ったんですけど、僕がこうお参りしてる間に蚊がですね、蚊が僕の腕を刺してたんですよ。でなんかそういうの良くないと思うんですよね。すごい良くない、めっちゃ痒いし、すごいなんか心悲しくなりました。ちょっとなんかいました。あ、なんだろう、ポンタくん、こんにちは。あ、ポンタくん、はじめまして。で今ですね、駅から帰ってきて、ちょっとめちゃくちゃ汗かいたんで、ちょっとシャワー浴びて着替えました。で今からですね、辛坊さんと合流するんで、ちょっと行ってきます。今ですね、辛坊さんと一緒に白山姫神社っていうすごい由緒正しい神社にやってきました。で僕ちょっとびっくりしたんですけど、この熊出没ってこれやばくないですか？なんか入りますみたいな。あ、ここはまたさっきの安江八幡宮さんもすごい良かったんですけど、ここはまたちょっとこうスケールがすごいですね。ちょっとここではですね、ちょっと一回お辞儀して入ります。わ、すごい。で今ですね、白山姫神社で、朝も買ったんですけど、また安産お守り買っちゃいました。お守り最高。お守り好きなんですよ、僕。
やばいの見つけました。これバンモチ石って言って、なんか持ち上げたらなんかこう力持ちみたいな、なんか3つ種類あるっぽいんで、ちょっとやってみます。この一番右のやつが一番軽いらしいんで、ちょっと挑戦します。それで来ないとダメじゃないか。ちょっとやってみますね。ちょっとボディービルダーの力見せますよ。で、私ですね、これ127キロなんですけど、バーベルだったら127キロ持てるんですよ。だから多分いけると思います。動いてます。これ無理でした。そして一瞬で汗が吹き出てきました。これはちょっと多分ゴールドジムの荒川さんぐらいしか無理かなと思いました。いやー、ちょっとボディービルダー、なんかボディービルって石を持ち上げる競技じゃないんでですね、別に何も悔しくないです。何も思わないです。無です。今神社を出てですね、しもさんと一緒にお蕎麦を食べようかなってことで、この草庵っていうなんかこうマニアックなお蕎麦屋さんやってきました。今蕎麦がやってきました。美味しそうですよ。今ですね、草庵さんでしもさんと一緒に蕎麦食べてきたんですけど、今まで食べてきた中で一番美味しかったです。また機会があればですね、また行きたいなと思います。ごちそうさまでした。今しんぼさんとお蕎麦食べて、金沢市内の美天野の市に、あ、金沢市内じゃない、野の市の美天野の市に着きました。わい、もう何回来てもちょっと、もう超巨大施設です。すごいです。いや、いつ来ても、もう素晴らしいジムですよ、ここ。で、今からですね、美天野の市ゴールドジムで、ちょっとガチトレーニングしてきます。昨日もですね、富山のゴールドジムで、このレンタルウェアを、借りて、トレーニングしたんですけど、なんかですね、この、レンタルウェア着るとなんか弱くなってる気がしません、しませんか、誰も、僕だけですかね。インクラインプルっていう、ちょっとあんまやったことない種目やりますよ。ラットプルみたいな感じかなと思ったら、ハンマーのハイローみたいな、なんかそういった感じでやるマシンっぽいですね。ちょっとマニアックでしたか、すいませんね、ボディービルダーなんで。次はですね、ケーブル種目やります。いやトレーニングいいですね、やっぱり最高、トレーニング最高、ゴールドジム最高。これここのゴールドジム最高なんですけど、一番最高のとこ見つけました。めちゃくちゃ涼しいです。最高です。めちゃくちゃいいです。これはいいですね。
一家に一台欲しいぐらいです。これなんかこう滑り台みたいになってるんで、なんかこう子供の遊び場みたいな感じで、子供のおもちゃ買ってきたよみたいな感じで、あの家に持って帰ると多分こう奥さんとかにもバレないんじゃないかなと。で好きあらばインクライナーみたいな、そういう使い方もできるんで、これいいです、めっちゃいいです。今ですねトレーニング終わりました。で昨日の富山ゴールドジムもですね最高だったんですけど、やっぱりここの美天野の市ゴールドジムはですね、ちょっと規模がちょっと違うんですよ。アジア一のゴールドジムなんで、もう設備がものすごくて、ちょっとこう、レベルが違うなって感じでした。で、僕もですね、なんかいろんな種目、マシン使えて楽しかったです。で、今からですね、会場設営とかあるんで、ちょっと僕もその手伝いに行ってきます。今ですね慎吾さんと一緒に明日のマッスルゲート北陸大会の会場である石川県文教会館にやってきました。すごいですね、すごいですよ。いや素晴らしい会場ですよここは。そして皆さん、なるんでまっすぐに並んだ方がいい。こっちの審査員、両足の審査員からすると6人だったら6人で、左右入れ替えしてほしいぐらい。そう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 ですね、左右入れ替えしてほしいぐらい。そう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 ですね、はい、そんな感じ。いやもうだって自分の目今ですね、前日の会場設営が終わったんで、これから楽しい懇親会に行ってきます。ありがとうございます。